皆さん、こんにちは。3月15日の深夜、ドジャース大谷翔平選手が更新したインスタグラムのストーリーズに世界がどよめきました。そこに写っていたのは新妻と見られる女性と横並びで写った写真。そして判明した大谷選手の結婚相手は元バスケットボール選手の田中真美子さんだったのです。特大スクープを狙っていたマスコミに一泡吹かせたこの大谷選手の対応には世界中から称賛の声が上がっているのですが、実はこの奥さんの真美子さんが大谷選手のお母様とそっくりだということで話題になっているようです。一体それは本当なのでしょうか。今回は大谷選手の母親と奥さんの共通点などをご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。3月20、21日の開幕カードに向けて先日韓国へと出発した大谷選手を含むドジャースの選手たち、大谷選手はこの光景を自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。そこに載せられた写真は離陸直前にチャーター機の前で撮影したと思われるもので、中央には大谷選手と寄り添う長身の女性が写っていました。妻と見られるこの女性はシャツの色こそ違うもののお揃いの黒コーデで穏やかな笑顔を浮かべています。しかも女性は左隣に立つ身長178センチメートルの山本投手と同等の背丈があり、高貴な雰囲気があり、その左側には通訳の水原一平夫妻、そして右には山本由伸投手と園田義弘通訳との6人で写るほのぼのとしたショット。韓国語で待ち遠しいという言葉も記しており、開幕シリーズに向けての思いを発信していました。通常メジャーリーガーが移動する際のチャーター機には家族が同乗することも許されており、その規則通りに大谷夫妻は韓国へとやってきたようです。大谷選手はこの投稿の約2週間前の2月29日未明、日本時間同日に自身のインスタグラムで結婚したことを発表し、アリゾナ州グレンデールでの練習前に会見を行いました。会見ではお相手について、至って普通の人です、普通の日本人です、初めて会ったのは3、4年前、決め手は一緒にいて楽しいですし、なんとなく一緒にいるのを想像できた、婚約したのは去年なので、キャンプの途中に彼女がこっちに来ましたと話していました。またこれまでデートも外に出たら皆さんがうるさいのでと説明し、外は行っていないと話し、お相手が誰なのかは明かされませんでした。この発表直後からネット上では大谷選手の結婚相手が誰なのか考察をする人々が現れ、さまざまな名前が浮上してきました。その中で特に有力候補として扱われていたのは大谷選手の2歳年下の早稲田大学卒の元バスケットボール選手の田中真美子さん。この田中真美子さんとは何者なのか調査しました。田中真美子さんは1996年12月11日生まれ、東京都出身、バスケットのプロリーグでも活躍した元バスケットボール選手です。プロバスケットボール選手時代はセンターのポジションでチームの中核として活躍していました。バスケットの実力もさることながら身長180センチメートルの長身でスタイル抜群、モデル顔負けの美しい外見で人気の選手だったそうです。しかし2023年に現役を引退され、インスタグラムも削除されたため消息不明となっていました。ではなぜ結婚相手の候補に田中真美子さんが浮上してきたのでしょうか。それは偶然撮影されたトレーニング映像に大谷選手のトレーニング動画に映り込んでいた黒髪女性が田中真美子さんの容姿そのものでかなり酷似していたことが始まりでした。また大谷選手の身長が193センチで田中真美子さんは180センチメートル、くだらの動画に映る女性は大谷選手よりも頭半分くらい低く、通常の一般女性であればありえないその身長差に田中真美子さんがバッチリ当てはまっていると言われていました。しかしながらこのトレーニング映像に映っていた女性は田中真美子さんではなかったのだそうです。それでもネット上では早い段階から特定作業が過熱し、有力候補に田中真美子さんは浮上し続けました。
過去の SNS 投稿との付き合わせも行われ、2020年1月、田中真美子さんが出場するバスケチームの試合を大谷選手が観戦に訪れていたことが分かりました。また大谷選手が全国の小学校に寄贈したグローブのメーカーでも知られる契約スポンサーニューバランスの靴を田中真美子さんが履いていたことも判明しています。大谷選手がプレゼントしたという説が高まり、確証がないだけで黒に近いグレーという段階まで妻であることが濃厚になっていました。また日本のマスコミ各社は妻に関して調べがついていたそうです。報じられなかったのは、大谷選手が非公表にしている意思を尊重してのことだったそう。半ば特定状態で報じている週刊誌もありましたが、大谷選手本人がお相手を明かしていない中、その素性を下手に報じれば機嫌を損ねて未来英語番組に出てくれないかもしれないという思いから、テレビ各局は匂わせることすらできませんでした。妻をテレビに出すには本人から OK をもらうしかありません。つまり大谷選手本人の意思以外では大谷選手の奥さんの正体が明かされることはない状況だったのです。しかし今回の大谷選手の投稿によって、世界中のマスコミたちが死に物狂いで探っていた奥さんの正体があっさりと公開されることとなりました。さらに大谷選手がインスタグラムに投稿した直後には、ドジャースの公式 X もムーキー・ベッツ選手夫妻のツーショットとともに大谷選手夫妻のツーショット写真を投稿しています。これにより大谷選手は奥さんの正体を完全に公表したこととなりました。そして大谷選手の奥さんの正体はやはり田中真美子さんで間違いなかったようです。さて、マスコミに嗅ぎつかれる前に奥様が田中真美子さんであることを堂々と公表した大谷選手、この写真にはお似合いだという声が多く寄せられ、お祝いのコメントがあふれる中、一部では奥さんがお母様に似ているのではと話題になっているようです。大谷選手のお母様の名前は大谷加代子さん。中学時代にバドミントンをしていたようで、現在はパートの仕事をしているようです。かなりしっかりした母親として有名で、大谷選手から親孝行も兼ねて家のリフォームを提案されたそうですが、家が古くなかったことやきちんと貯金するようにと息子をたしなめ援助を断ったといいます。これはお父様も同じで、両親揃ってかなりしっかりされている方のようです。ではそんなお母様と奥さんのどの部分が似ていると言われているのでしょうか。まず共通点の一つが身長です。お二人とも日本人の女性としては高身長で、奥さんの田中真美子さんが身長180センチメートル、お母様の大谷加代子さんが170センチメートルと身長差はありますが、お二人とも比較的に高身長であることがわかります。ちなみに大谷家はみんな高身長で有名で、田中さんも高身長なので高身長一家は健在のようです。続いての共通点は、二人ともかつてはスポーツ選手だったことです。田中真美子さんは元プロバスケットボール選手、大谷加代子さんは元バドミントン選手で、インターハイや国体に出場経験ありとスポーツ選手で活躍した実績があります。そしてもう一つの共通点が、二人とも控えめな性格という点です。大谷翔平選手の母加代子さんは、大谷選手がどんなに活躍して有名になっても表舞台には一切出てきません。また記者の取材に対しても一切お断りしており、母親として大谷翔平選手が野球に集中しやすい環境を作るために配慮しているのがよくわかります。田中真美子さんもこれだけ噂になっても自分から表に出ることはなく、大谷翔平選手との結婚を前に更新頻度の少なかった SNS ですらアカウントを削除しているぐらいです。これから田中真美子さんはメジャーリーガーの妻としていろいろなシーンで表舞台に出てくることはあるかと思いますが、必要以上に露出することなく大谷翔平選手を陰でサポートされるような気がしますね。見た目も似てる部分がありますが、経歴や内面にも共通点が非常に多く、これが二人が似ていると言われている要因と言えます。男性は母親似の女性と付き合うことが多いと言われています。
フィンランドの研究チームによると、男女計70名を被験者として招集し、それぞれのパートナーの顔と異性親、被験者が男性なら母親の顔を比較すると、なんとも憂慮すべき結果が出たといいます。トゥルク大学に所属する進化論的心理学者のウルシュラ・マーシンカウスカ博士によると、女性被験者のパートナーは彼女たちの父親に全く似ていなかったのに対し、男性被験者のパートナーは彼らの母親に酷似している可能性が高かったというのです。マーシンカウスカ博士曰く、男性が母親似の女性に惹かれるのは全くもって自然なことだと言います。進化と自然淘汰の過程で、人間は同じ種群のパートナーを求めるようになった。そして男性が最初に親しくなる女性は母親なので、母親が理想の女性像になる。一方の父親はどんなに熱心に子育てをしても同じような痕跡を残せないので、娘にとっての理想の男性像にはなり得ないと言います。そのため男性は無意識に母親と似たような人に惹かれ交際すると言われています。母親に支えられ常にやりやすい環境を作ってくれたわけですし、大谷選手にとって田中さんはまさに理想の相手だったのでしょうね。多くの共通点でつながっていた大谷選手の母加代子さんと妻まみこさん、大谷選手にとってはどちらも大切な家族です。自分の大切な身内のために最善の選択をできる大谷選手と、控えめながら美しくしっかりと大谷選手を支えてくれそうなまみこさん、きっと素敵な家庭を築けると感じました。大谷家がこれから先も幸多からんことをと願うばかりです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。